その後ケルビン、おーうまく前向く、左足振ってきた、ムタから上原牧人へチャンスを迎えます。クロス合わせられるか、ワンサイドから左足打つ、左サイドから白井、飛びどころ飛びどころ飛びどころ、野田、野田出るのがリードしている今治、さあ裏へのボール、そしてボールが転がっていって野田、野田、野田、金崎、金崎にワンツー、さあ金崎中に入れて、そしてシュート決まった、高安を選択、高安クロスボール、阿部が取る、左足のシュート入りました、このボールが蹴れます、伊賀松手前ウィンクした、中野、高安とつないで裏抜けました、折り返し、阿部拓磨、こぼれている、こぼれている、阿部拓磨、打っている人間がしっかりと琉球はいるので、攻めるにしてもリスク管理は大事になってくる、そのバランスを取りたいと話をしていました。さあ中野切り込んでいく、水が狙ってきた、合わせたボールでした、ファーサイド、中野の左足、最終ライン整えた鳥取、右サイドから野田、ロングスローは野田に通る、野田がロングシュートを狙う、ネットを揺らした、琉球が奪う、白井スペース空いてる、大きくドリブルで抜け出していく、白井うまくかわす、白井、白井クリアします、竹澤から野田のヘディング、野田が決めました、外を使います、クロス野田の前ヘディング次シュートにいった、キックのチャンス蹴るのは白井、ファーサイドこぼれている、金崎グーッとゴール前には白井、さらには柳がいます、ここはファーサイド阿部戻して、足元シュート、試合終盤まで来ました、阿部拓磨、阿部拓磨、阿部、平松、平松折り返す、後ろからサダムスレーを一瞬見せました、速いボール手前、阿部拓磨、阿部拓磨、阿部拓磨だ、金崎ワンタッチで中、白井、そこで旗が上がりました、さてボールバッター、あー中野、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 エッジしたようです、琉球は急ぎます、高安折り返し、清武、野田がボールキープ、右サイド高安が上がってくる、ケルビンもいる、そのケルビンを越えての清武の折り返し、シュートまではいけないか、まだボールキープは琉球、もう一度高安からクロス、野田、岡澤のフリーキック、速いボール入れていった、中野田のヘッドは決まった、ゴールから離れた位置にポジションを取る琉球、そらせる折り返し、右足のシュートこぼれたところ、決まった、イエローカードです、中入れる、ここは直接決まった、クロスボールで相手を脅かしていきたい琉球、あ高安うまくボールを奪う、中野の左足、左に叩いて福村から清武、もう一度もらい直して真ん中でケルビン、ケルビン、中野、中野がここを狙いに行く、うまく狙った、取った、ケルビン取ります、中野奥内のクロス、足を合わせた、決まった、長野
真ん中で野田スルーパス通させない。金崎から福村に出た。福村こぼれ球つなぐ琉球。福村のクロス金崎へ最後柳田。しっかりと枠を狙えたかもしれません。さて琉球の反撃、清武中野に出る。中野柳折り返し富所のシュートまで行きました。今度はどうか。左サイドからの攻め福村シュートは決まった。中央できた。シュートあります。いけるか。金崎ムーダー。さて清武が蹴ります。早いボール間に入れてきた。早く蹴る宮崎。江口の足元その向こう側カウンターアタック。持ち上がる阿部スルーパス。厳しいボールだ。阿部ピナーから駆けつけてくれたベンガラの旗が揺れる。そこに長いボールヘディングでつなぐ。前残っている。ゴール前1対1になった。ネットが揺れて2点目。柳縦からマイナス。神山が跳ね返して平松のシュート。まもなく後半の15分に差し掛かっていくところです。高安のクラスに走り込んだ。頭で合わせました岡澤。笛はありません。ノーファール。そして柳上がっている野田呼んでいます。追い越していく。クロスが入ってきた。今度は頭で2点目できそうです。アタニアサイド長谷川がヘディング左足のシュート。ディフレクションゴール。福村から中央阿部左足のシュート。